はい、こんにちは。こんにちは、ゆたかさん。はい、こうやってお互いの自宅で二元中継的なちょっと収録を行ってますけれども、はいはい、今日はちょっと世の中がねちょっと混沌としてるので、はい、ちょっとでも楽しくみんなも考えてもらいたいなと思ったので、はい、野球クイズです。おー、いいね前回ね、ゆたかさんも結構こう引っかかってたりとか、ああそうだったかみたいな。いや結構引っ掛けもあったし、まあ引っ掛けではないけどやっぱこう難しいな。ですよね、意外と思い込みだったりとか。そう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 、意外性があるよな。そうなんですよ、うん、なので今回もですね、うん、その、野球検定の中から、はい、こうちょっと10問11問ぐらい出したいなと。おお、で前回ね、豊さん全問正解にならなかったので、はい、今回こそはね、まあ、ビタミンもらえなかったからなビタミンサプリもらえなかったので。そう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 。今回こそ何が欲しいですか。あ、除菌だな。除菌シートか。除菌シート、今ないですもんね。除菌シートとかアルコールのこう手のやつとか。あ、スプレーだったりジェルのですよね。そうだね。それ買い占めちゃいけないので、各 1部ずつもしあれば、あ、はい、会った時に豊さんにお渡しします。わかりました、わかりました、はい、じゃあ早速いきます。皆さんも一緒に考えてください、はい、はい、皆さんもね、はい、第1問、はい、野村克也氏がヤクルト監督時代に考案したと言われる、はい、ボールがバットに当たった瞬間に、はい、三塁ランナーは打球を判断せず本塁に突入する作戦を何という A、はい、ギャンブルスタート、はい、B インパクトゴー、はい、C 神頼みランD 一鉢ダッシュ、まあ、一か八かのダッシュ、一鉢ダッシュ、まあね、まあこれはさ、はい、もう1のギャンブルスタートだよね。ギャンブルスタート、そのまあ理由は、いや、それまでなかったんだよね、ギャンブルスタートっていう言葉が。あれ、ちょっと待って、何年大体。野村さんがヤクルトの監督時代。あ、ギャンブルって使ったかな。そうですよね、まあ今でこそね、ギャンブルスタートは普通に言いますけど。インパクト号かな。インパクト号、うん、その時にはね、まだね、そのギャンブルスタートっていうのはなかったはずなんだよ。あ、もっと、もうちょっと後、もうちょっと後だよね。で、一か八かとか、はい、あ、野村さん神頼みはしないと思うんだよね、ああいう頭のいい人はなるほどね、うん面白いやっぱこう理屈でさ、こう考えていくと思うから、だから一か八かインパクト号だよな。1か8かですか。1か8か、うん、まあインパクトのこの2つに絞ったんだけど。あ、なるほどね、なるほど。こうオーディエンスはないの。オーディエンスいいですよ、ね、今オーディエンスかテレフォンでもいいですよ、ね、テレフォンでもね、いいですよ、インパクト号だ。インパクト号、1か8かってさ、あ、うん、でも野村さんっていうのはそういう賭け捨て身のところがあったからな。第一問目から引っかかってんな。悩んでますね。あ、これはもうインパクト GO でいいわ。インパクト GO でいい。あ、ちょっと待って野村さんはね、一か八かっていうのも言葉で使ってたんだよ、多く。ただ一か八かダッシュではなく、これ略して一鉢ダッシュです。だから一鉢ダッシュでいい。な、何ですか。一鉢ダッシュ、もう一回ちゃんと言ってください。一鉢ダッシュ違う。いや、いいです、ちゃんと入れてたんで。入れてたでしょ。いいですね、はい、ギャンブルスタート、インパクト号、うん、神頼みラン、うん、一鉢ダッシュ、はい、一鉢ダッシュ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、残念。違う。じゃあそしたらインパクト号か。それも違う。え、神頼み、違う。じゃあ何、その時からギャンブルスタートってあったの。そうなんです。なんだよ。で、野村さんが考案したそうです。その時にその言葉あったんだもん。そうなんですよ。後でついたのかなと思ってたけど、
なるほど。あれですね、やっぱ直感で言ったものが良かったのに。いや、だいたい直感で生きてるから。そうですね。そうそうそう。はい。じゃあ第2問いきましょう。はい。阪神の次の監督のうち、はい、阪神の生え抜きではないのは誰？はい。A。はい。和田豊。はい。B。中村克弘。はい。C。真由美明信。ああ、はい。D。はい。吉田芳雄。もうね、これは真由美さんだよ。ファイナルアンサー D ですね。ファイナルアンサー。これはあの西鉄の人だもん。待って待って、ゆうださん、正解って言わせてください。はいはい。正解です。正解でしょ。はい。これは西鉄の人だからさ。私は知らなかった。知らなかった。まあ阪神色強いけどね。はい。うん、あの真由美さんは1973年から78年まで西鉄ライオンズで、うん、後に太平洋クラブライオンズに変わるんですけれども、うんうん、78年までいて、あの正規のトレードで79年から阪神に来られたと。そうだね。まあその時に一緒に若菜さんとかね。あ、そうですよね。キャッチャーの。じゃあ第3問目いきましょう。はい。2013年オフ。はい。2013年。はい、西武の監督に就任した井原春樹が店主に命じた3つのことは、はい、1つ目、はい、挑発禁止、はい、2つ目ヒゲ禁止、あと1つは何、はい、挑発ヒゲ、はい、挑発とヒゲ禁止、はい、あと1つは何、 A、はい、ズボンを上げてストッキングを見せなきゃいけない、はい、B、 胸のボタンは一番上まで止める、はい、C、はい、暑くても長袖のアンダーシャツを着る、はい、D、 帽子のつばに折り目をつけない、これですね、つけない。あ、さあ走塁をさ結構あの重んじた人だから、おだからストッキング、ユニフォームを上げる、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解。そうだね、そうです、ズボンを上げてストッキングを見せる、はいはい、でした。井原監督結構厳しかったですもんね、そういう身なりとか。まあそうだね、うん、まあ身なりというよりもやっぱこう走塁に関してユニフォームが長いと、はい、やっぱ走りにくいだとか引っかかるとかさ、まあいろんなことがあるんだよね多分。うん、そういうことからも。だから全員同じようなスタイルでやったことはなんとなく覚えてるね。ああ、なんとなく、ああ、正しかったですよ。やっぱ直感とその記憶力はたどるとやっぱりすごい正解につながりますね。はい、まあ何でも直感でいけばいいんだよね。そうですね、直感でいけると。はい、4問目、はい、1975年、広島の監督に就任した、はい、ジョー・ルーツ、ルーツさん、はいはい、ルーツさん、開幕から15試合で退任した直接の理由は何？ A、はい、審判に抗議するのをコーチに止められ、はい、監督の威厳が保てないと感じた、はい、B、 広島の住居が劣悪で家族が帰国した、はい、C、 ファンからアメリカ人を差別する野次を受けたのが許せなかった、はい、D、 球団代表が試合中に監督を説得したのを現場介入と判断した。どれでしょう、 A、B、C、D、A、 A が何だったっけ、 A は審判に抗議するのをコーチに止められて、うん、いやこれはないね、うん、それはない、監督の威厳が保てないってこと、うん、それはない、うん、で住居の問題があったよね、あと住居が劣悪で家族がもう、うん、ノーモア、もう無理です、ね、もうこれも違う、あこれも違う、うん、で3番目なんだっけ、ファンからアメリカ人を差別する野次を受けたのが、あでも言葉は分からないと思うよね、野次は。あだから4番、もしかしたら英語で言われたのかもしれない。あまあ4番だよ、4番最後 D、あ球団の代表が試合中に監督を説得したのを現場介入と判断した、うん、やっぱねプライドだよね、だからプライドを守るために自分のコーチとかは一緒に戦ってる仲間だけど、うん、やっぱ背広組っていうのはちょっと違うから捉え方が、はい、だから4番最後 D ですね、 D ファイナルアンサー、ファイナルアンサー正解ね、はい、まさにそうです、はい、で実はあのこのルーツさんは、はい、
あの燃える闘志を表したくてヘルメットを紺色から赤色に変えた赤ヘルの生みの親子も、消極的なプレーには容赦なかったと。いやそりゃそうだよね、はい、あとは一塁の衣笠さんを三塁にコンバートしたのもこのブーツさんだそうです。あ、なるほどな。で実はこの1975年に、ルーツさんが15試合目で帰っちゃいました。もう退任しました、はい、で5月からは、その後野崎さんが監督代理に4日間ぐらい座るんですけど、はい、5月からは小葉さんが監督になりまして、あ、まあ赤ヘル軍団が出来上がっていくっていうことだよね。でその年に日本一になる優勝で、もうこのことを海外から聞いたルーツさんは、はい、もう自分の教え子たちが優勝したっていうのがすごく嬉しく、なんか電話で選手たちに、はい、あのおめでとうっていうふうなのを伝えたそうですよ。あ、いい人だね、熱い人だね。うん、熱い人だったんですよね。なるほど。さあ続いて5問目です、はい、プロ野球の監督で、はい、日本一となった直後に監督を退任したのは、はい、ソフトバンクの秋山浩二ともう一人は誰、はい、A、はい、上田俊治、はい、B、森正明、はい、C、天地俊一。いや天地さんって知らないな、はい、D、星野仙一。プロ野球の監督で日本一となった直後に監督を退任したのは秋山浩二と誰、 A、上田俊治、これ阪急の方ですね。で B、森正明、これ森監督、西武の森監督、C、天地俊一、これ中日。これみんな日本一になってるんだよね。上田さんってなってる？日本一ってなってますよ、なってます。阪急、阪急上田さんの時な、ああれはそうか、うん、違うか。で B は星野仙一。なるほど。天地さんっていうのはあんまり分かんないんだよね。はい、古い方なんで、まあ、大体1940年代1950年代です ね、 だから流れ的には天地さんかなって。それ日本一でやって優待させるっていうのはさ、うん、そんなにないよね。でも、うん、星野さん、どれ星野さんですか。星野さん、あ、日本一になった直後に監督を退任したのは星野さん。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。違う、森さん。違います。誰。天地俊一。やっぱそうだよねこの天地俊一さんは実は、うん、プロ野球の選手の経験がない監督なんです。おすごいね。でそのプロ野球の選手の経験がない監督の球団が、うん、日本シリーズを制したのは今も唯一の天地さんだけなんだそうです。ああ、なるほどね。でそう、あの天地さんって帝京商業高校の野球部に監督して杉下さんって、ゆだかさん知ってます？杉下さん知ってるよ。はい、杉下さんの教え子で、その杉下さんが中日ドラゴンズに入団すると同時にこの天地さんもなんと中日の監督に就任することになっちゃった。へー、そうなんです。で1954年に優勝して球団の副代表になるっていう形で退任されたそうです。いや、杉下さんってホークのね、当時、はい、魔球だって言われたボールを、うん、今でいうホークなんだけどさ、はい、その使い手でさ、まあ中日の臨時コーチもキャンプの時にね結構来たりだとか、はい、まあする重鎮だよね。あ、そうなんですね。そうそうなんですよ、はい、そう、そのまあ恩師、その杉下さんの恩師でもあるその天地さん。なるほど。ということなんですけど、はい、豊さん実はね、はい、これまだ5問目なんですけど、はい、これ残り結構まだあるのでちょっと次回に回してもいいですか。 OK、 いいですよ。あ、じゃあそうしましょうか。はい、わかりました。はい、もうここまででね、はっきり言ってあの全問もう正解はなくなっちゃいましたけれどもわかりました。じゃあ次の動画で、そうですね、残りは全問正解目指して頑張りましょう。わかりました。ありがとうございました。